町田実さん、この度は本当に貴重な機会をいただきましてありがとうございます。ご縁をいただけたことに心から感謝をしています。私がこれから描く龍が町田さんの生体院でよりたくさんの人たちに元気を与える力となるものとなり、また町田さん自身の人生において心から力が湧き上がってくるような、そんなエネルギーいっぱいの竜となるように精一杯の気持ちを込めて描かさせていただきます。この竜のご縁によって町田さんが本当に大切なものを力強く守ることができ、より高いところへ、より多くの人たちのもとへと向かっていけるようにと精一杯の思いで書かさせていただきます。この度は本当に貴重なご縁をいただきましてありがとうございました。